とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ちょっとこの装備、おすすめだよっていうやつ、紹介します。その装備がね、俺今4つぐらい持ってるんですけども、これですよ。クラリネットメモリアル。まさかの音楽武器ですね。まあ何が強いかっていうと、まあ普通の強さ、普通の攻撃っていうのは弱いです。はっきり言って弱い。ただの遠距離攻撃になるんだけども、これのね、チャージ攻撃、X で攻撃するやつ、癒しのラプソディ、これがいいのよ。これがいい。範囲で、味方のね、HP も回復しますので、まあ、普段使いもできるんだけども、まあ、ボスと戦うときに役立つんですよ。まあ、そのね、役立つ方法っていうのが、まあ、ジョブで、これをしてるのが前提です。夢見る少年ですね。この夢見る少年が、どういう感じかっていうと、これがね、ランク19で覚える仲間の HP を回復したとき、変身ゲージが 10% アップする。ですね。まあこれ自分も回復すると 10% アップするんですけども、まあどういう感じかちょっとお見せします。まあ簡単なやついきますね。まあ簡単なバケーラでも倒しますけども、まあこれをね、パーティープレイとかで強いボスと戦ってると、仮定してみてください。変身しますよね。で変身、まあ、ボスと戦うときはもちろん変身していくと思うんですけども、こう変身してると、変身ゲージが徐々に減ってきますよね。で、ボスを倒した後、変身が解けて、で、なんかアイテムを拾ったりする時間があるじゃないですか。この時に、回復の笛を吹く。すると変身ゲージがギュッて溜まるんですよ。6分の1ぐらい溜まる。6分の1ぐらい溜まるので、まあ大体それだけでいけるんですけども、まあさらにね、仲間を一緒に回復してやるとすげえ回復します。まあ、特に3人全員、パーティー全員で回復するともう半分以上、6割ぐらい一気に回復するので、これね、ボスと戦った後、このパーティーが終わった後に使うっていうのがめちゃくちゃ便利です。これって変身ゲージが、溜まってない状態だと、ね、いきなり最初からボスの時、ボスと1対1で戦う戦闘の時に、ちょっと溜め直さなきゃいけないじゃないですか。最初の数十秒。ゲージを溜めておかなきゃいけないんで、それがね、なくなるので、かなりね、快適に、1対1のボス戦に挑むことができます。で、この武器なんですけども、まあ、入手方法は、簡単な人になれば簡単。まあ、難しい人には難しいやつなんですよ。学園長室です。そうなんですよ。学園長室の、このショップ。ここでね、ワイドロップと、交換になります。はい、まあ、ワイドロップね、いっぱい入手できるっていう人は楽勝なんだけども、ワイドロップちょっと難しいなっていう人にはちょっと難しい、ハードルが高いやつですね。はい、これです。クラリネットメモリアル150個。かなり高級品、かなり高級品なんだけども、俺はね、これはね、超おすすめします。結構なんだろう、経験値とか、あと、ガチャコインか。あれを集めるときって、結構高速周回するじゃないですか。その高速周回のときに、最初から変身できるようにするって、結構重要ですもんね。かなり高速でそれで回れるようになるので、この武器があれば、それが可能になります。1回でね、どれぐらい最大回復できるのか、それをちょっと見ていきましょうか。まあ、仲間が、大丈夫ね、これだったら。
ある程度、ゲージが減るまで耐えてくれるので。あ、いけるいける、全然いける全然いける。これで見せましょう、どれぐらい回復するのか。うん、まあ、パーティーだったらね、このソロだったらやりやすいですよね。うん、倒した後全員自分の近くに寄ってきてくれるので。ただパーティープレイの時は、マルチねの時は結構うろうろする人がいるので、その人に合わせにね回復しに行くのがちょっと難しいんですけども、まあまあ最大でねどれぐらい回復するのか、それを見てもらえればいいかな。ではではでは、結構ゲージ減りましたね。どれぐらい回復するのかお見せしましょう。こんぐらいです。はい、結構回復したでしょ。結構これそこまでね、多分ね一回の戦闘で減ることはないと思うので、まあほぼほぼマックスまで俺はね今まで回復してますね。はい、ということで今日はおすすめの武器を紹介しました。まあちょっと入手難易度が難しい人、難しくない人がこれ分かれるやつだと思うんですけども、まあこれ持ってるとほんと結構ね変身が楽になるのでおすすめです。うん、まあマルチとかね、ラスボスとか、あとはまあ他にもねビッグブラックとか戦う時にちょっとしたことでね変身が解かれてしまうことじゃあるじゃないですか。あの時に、結構早めに復帰できるので、まあそれでいい感じの武器となっております。まあ入手できる方は1本2本、持っておいてみてください。はい、ではですねまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。